はい、ボンジョルアトゥース、皆さんこんにちは。はい、ご覧のように今日はお洋服のお話でございます。題して自称パリジェンヌアラフォーの春夏コーデということでございまして、まあ、私の春夏の気に入っているお洋服、これをご紹介しつつ、いろんな切り口からパリのお洋服事情について、まあ、私の観点からお話をしていこうと思います。まあ、例えばこういう気温ではこういうものを着るとか、これはちょっとやらない方がいいかもとかですね、今私がすごくハマっていることなどなどですね、いろいろな切り口からお話をしていこうと思います。まずですね、気温ね、これはコーディネートを左右してくるのはこれ気温でございますけれども、春夏とは言いますが、フランス今春がいつで夏がいつなのか、あまりこう境目がはっきりしていないというね。フランスの気候の特徴は日本とだいたい変わらない気温で、四季はあるんですけれども衣替えが難しい国ではございます。でもまあだいたいですね、春というのはまあ4月ぐらいですね、4月中旬ぐらいから始まって、まあ6月ぐらいまでが春とか初夏っていう感じなんですけれども、 En avril ne te découvre pas d'un fil, en mai fais ce qu'il te plaît という言葉があります。要するに4月はあまり薄着はしないようにね、5月は好きな格好していいよっていう意味なんですけれども、今年はですね5月めちゃめちゃ寒かったんですね。で4月並みの気温、下手したら3月ぐらいの気温だったので、春コレクション買ったのにちっとも着れないっていうね感じだったんですけれども、と思ったら突然6月に入って真夏のようなですね34度ぐらいの気温になったりなんかしまして、今ちょっと下がりましたけども、とにかくもうこういう感じなんですね。なので真夏に入るまでは確かにちょっと難しいというところはあります。なのでこの4月5月ですね、特にフランス語でミセゾンと言われるシーズンというのは結構難しいんですが、でこれは中途半端なミセゾンだけではなくて、夏にも同じことなんですけれども、ポイントとしてですね、とにかく朝晩の冷え込みがすごく激しいということが、これは多分日本にはない現象かもしれないですね。朝と日中で10度は違うということがもう結構頻繁にございます。なので春先から初夏は上着羽織物なんですけれども、割とこうジャケットとかそういうコートとかそういったものをお持ちになった方がよろしいと思います。ということで、これからですね気温別で私がどういうものを着ているのかというのをですねご紹介していきます。わざわざフランスに行くためにお洋服買われる必要はないと思うんですけれども、こんな程度でいいんだよみたいな感じでですね、参考にしていただけたらなと思います。はい、まず20度未満の時には朝晩まだ寒いので、シャツとニットとあとジャケット、コットンのジャケット、この3層で出かけることが多いです。で足元はやっぱりまだサンダルではなくブーツ、この薄手のニット1枚で、同じカーディガンをこれ前後ろで着ているんですけれども、セザンヌのお気に入りのガスパールというねニットです。でこれと、まあ、ブーツ、こういうねちょっと柄物でアクセントをつけたりとか、そんな風にして着てます。で、ジャケットはカーキのウィールというねセザンヌのものも着るんですが、こういう風にたまにですね、これは高校時代に買ったリーバイスのジージャン羽織ったりします。最高気温が20度を超えると、私は暑いのが嫌いなので、ウールのニットではなくてこういったコットンのニットを着ています。で朝晩をしのぐためにこのまた厚手のコットンのジャケットのウィールを羽織ってます。でこちらもですね同じようにコットンのカーディガンなんですけれども、ちょっとね前結構ザクッと開けてますが、割とこういう着方をします。夏に上着としてタンクトップの上に着たりすることもできる便利なものです。足元少し涼しくなって網目のパンプスです。はい、これは今年かなり気に入っているコーデなんですけれども、アングルが入っているざっくりしたセザンヌの綺麗な色のニットと、下に半袖の白い T シャツを着ています。こういう半袖のニットもすごく重宝しています。キッタモヘアとメリノスのニットです。これも朝晩の寒暖差があまりなくて最高気温20度ぐらいの時に着ているコーデです。
緑と白が可愛いかなと思って、でベルトでちょっとアクセントをつけてます。このカーディガン前後ろで着られます。最高気温25度に近づいてくると、やっぱり上着を持たずにもうニットだけで出かけてしまうっていうことが結構あります。はい、私はもう25度に達したらニットはあまり着ません。コットンの T シャツとジャケットです。あと25度を超えた時に T シャツの代わりによく着るのがコットンのストライプのシャツです。私はルーズなパンツとはヒールを合わせるのが好きですね。コットンのシャツ薄いので朝晩用にベストを持っていきます。フランスの夏の日差しはとっても強いので私はパナマ帽を愛用しています。25度ぐらいだとこういったコットンの穴の開いたカーディガンとコットンのとても涼しい柄パンツですね、これ去年から気に入って履いてます。25度を超えると私は結構タンクトップをよく着るんですね。これはカーディガンの下に着ておりますけれども、はい、日本では40代ありえない格好かもしれないんですけれども、夏はこれぐらいラフな格好でもありなんです。真夏でもこのざっくりニット朝晩活躍することあります。特に海辺なんかね、寒いことがあるので、この真っピンクのカーディガンも実は大西洋岸でもう寒くて寒くて買ってしまったものなんですけれども、40代こんな格好してます。はい、またまたたくましい腕でございますけれども、これですねヴィンテージで買ったもので90年代のキャシャレルのトップスなんですけれども、まあ、カラフルで気に入って買ってしまいました。ウォッシュしたジーパンとなんとなくこう90年代っぽくていいかなと思って、気に入ってます。一応ヒールと合わせてます。フランスの夏に欠かせないのがこれサングラスなんですね。もう赤ちゃんからお年寄りまで皆さんサングラスは絶対につけます。日本の7倍だか10倍だかとにかく日差しが強いので絶対にこれは必需品でございます。はい、惜しみなくたくましい二の腕公開してますけれども、またまたタンクトップで、これ先ほどの白と色違いのものでセザンヌのものなんですが、まあ、白と黒と合わせるのが好きでこんな風にシンプルに楽に着こなそうと思ってます。パナマ帽にも合うかなと思います。でフランスの夏クーラーがないので本当に楽な格好をするようにしてます。一応ね朝晩のために上着は持っていきます。上着を入れる用のこういうトートバッグも結構必需品で、まあ、これは海辺でもいけるかなというスタイルでございます。で最高気温が20度を超えるぐらいになったらようやくスカートが履ける時期になるんですね。なんでそれまではスカートを履かないのかというと、私はあの冬はスカートは履くんですよ。スカートを履くときは厚手の黒いタイツもしくは生足ストッキングなしの状態じゃないと私はスカート履きません。でファッションフォーパというお話をしたいと思うんですが、フォーパというのはフランス語であの NG のことですね。ファッションフォーパって言います。あんまりないんですけど、結構フランス人あの好き勝手に自分の着たいものを着てるし、割とああそう着ちゃってるけどかっこいいねみたいな感じなのであんまりないんです。ただ一個だけこれはフォーパだなって結構あの女性たちはねみんなあのうんうんって思うと思うんですけれども、何かというとですね、日本では常識として履かなければいけないというあのストッキングです。肌色ストッキング、あれはですねこちらではマクロン大統領の奥さんのブリジットさん、綺麗なねおみ足で、公式の場では彼女は割とミニスカートを履かれるのでやっぱりストッキング履いてらっしゃいますけども、あとはあの5つ星ホテルとか3つ星レストランの店員の女性とか、まあ、スチュワーデスさんとか、そういった制服の一環として肌色ストッキング履かれる場合もありますけども、普段着でスカートに肌色ストッキングは履きません。で私も大嫌いなんですね。あのフォーパってそんなにないんですけれども、
はっきり言ってそれぐらいじゃないかと思うんですよね。なのであの血管が浮き出ていようと、あの肌がゴツゴツしていようと、なんだろうと、皆さん生足です。はい。でやっぱりパリジェンヌ、あのフランス人の女性は、お天気が良くなってくるともうあのスカートをまくってズボンをまくってですね、日向ぼっこしてます。でこう一生懸命足をですね、なるべく焼いてちょっと焦げてからビーチへ行こうっていうことでね、バカンスの準備として皆さん日焼けをします。あと日焼けクリームもありますので、生足でスカートを履くためにこうクリームを塗ってちょっと日焼け足にして、それでスカートを履きます。ということで、最高気温が25度に近づいてくるとようやくスカートのシーズン到来なんですが、もちろん身丈です。アラフォーは膝出せません。もう膝がね、顔みたいになっているので、顔が3つあるみたいになっちゃいます。この上はボディなんですけれども、背中の贅肉も気にせず結構露出してます。下がね隠れてるので上は割と出します。朝晩の冷え込み対策はこのジージャンですね。はい、夏はなんといってもワンピースです。これは去年セザンヌで買ったもので、コットンで割と涼しいんですけれども、こういうワンピースだと普段着でもいけるし、もうそれこそ高級レストランもこんな感じで行っちゃって大丈夫です。膝がちょうど地蔵が隠れる長さになっております。このワンピース今年の新作ですごく気に入っていて、動画でも何度か着てるんですけれども、先ほどのざっくりしたアンゴラのカーディガンと合わせてみました。こんな冬のセーターを夏のワンピースと着るのって思っちゃいますけれどもね、それぐらい朝晩寒いんですね。これは去年のワンピースなんですけれども、すごく気に入ってます。柄も夏らしいし、膝も隠れるし、膝が隠れる分胸がちょっと空いているっていう感じですね。同じような形のワンピースばっかりなんですけど、アラフォーフレンドリーなワンピースがあるのがすごくありがたいなと思います。でこれは全く同じワンピースの黒、色違いなんですけれども、去年2枚買いました。黒なので一気にこうフォーマル感が増すんですけれども、帽子とか大ぶりのアクセサリーで、夏のバカンスマダムっぽい感じで着てます。ヒールだとマダムっぽい感じになりますけれども、ペタンコなサンダルでも可愛いかな。やっぱり黒いワンピースっていろんな着方ができるので楽しいですね。こう帽子をかぶったり、サングラスとか、あとベルトでアクセントをつけたりとか、バッグでちょっとこうスパンコールがある華やかなものをね、合わせてみたりしてます。この黒いワンピースにはベージュのテロンとした薄いコートを合わせて、少しカジュアルダウンするようにしています。同じ形のワンピースでも色と素材が違うとやっぱり羽織物も変わってきます。はい、お次は今年一番のお気に入り、はい、ワンピースこちらです。ちょっとアロハシャツっぽいんですけれども、あの素材的にですね、軽くてすごい涼しいんですね。で旅行に行った時にもこれ手洗いして干しておけばアイロンかけなくてもシワが目立たないということでね、これはなかなか気に入っております。アイロンいらずシワになりにくいというのもバカンスシーズンの服選びのポイントです。はい、もう30度を超えるともはや下着みたいなね格好になっていくんですけれども、パリ市内でも海辺のねビーチの格好みたいな風になっちゃいますけれども、こういうタイトなワンピースにはブカッとした涼しいセーターを上から羽織って、朝晩の涼しい風をしのぐという感じ。実はこのパナマ帽、本当に私の宝物なんですけれども、パリのラ・スリーズ・シュール・シャポーというお店でオーダーメイドで作っていただいたんですけれども、お客様からいただいたプレゼントなんです。En français, s'il vous plaît. 今日の涼子のワンフレーズでございますけれども、これはね本
当によく使う言葉です。 J'ai craqué って言います。これは Je n'ai pas d'argent mais j'ai craqué J'ai plus un sou mais j'ai complètement craqué とか言ってですね言うんです。もうあいたたたやっちゃったみたいな感じです。買っちゃったっていう、買ったっていうのは J'ai acheté une robe、 ワンピースを買いました。でも J'ai craqué pour une robeっていうと、我慢しようと思ったんだけど買っちゃったんだよねっていう意味なんですね。これ本当によく使います。で、観光でいらっしゃった時にどういう格好をするのか、別に今日私がお見せしたような格好じゃなくても全然もちろん大丈夫なんですけど、日本とフランスの、まあ、私女性の話をしてますけれども、ファッションの違いで一番大きいのってやっぱり日本綺麗だと思うんです、すごく。だから私日本に帰ると汚い、だらしないっていつも言われますというぐらい、本当に皆さん多分お気づきになってないかもしれない、すっごい綺麗なんですよ。でいいことなんですけど、頑張らなくても大丈夫ですっていうか、普通に観光をね日中しているときは本当に何が一番おすすめかって言ったらジーパンです。ジーンズスタイルは私も本当に365日ジーンズでもいいぐらいジーンズが好きなんですね。でパリの街、ちょっと街歩きとかしていて、皆様もお気づきになったかもしれませんが、ジーンズの方すごい多いんです。もうみんなジーンズっていう感じで、まあどこの世界もそうかもしれないんですが、もう本当にジーパンともうセーター、もうユニクロでも何でもいいですから、それぐらいのが逆に浮かない、ああお金持ってなさそうだなって見られた方が身の安全にはなります。せっかくパリに来たんだから、もう持ってるシャネル着たいわね、ルイ・ヴィトン持ちたいわ、エルメス持ちたいわって、それは分かります。それを着てメトロには乗らないでください。日中と例えば次男に行く時で本当に洋服を分けるとか、もう日中からもうすごいセレブなお召し物しかないわという方はですね、タクシー乗ってください。歩きでも歩く時は本当に気をつけてください。もう狙ってくださいって言ってるようなもんなんですね。なのでもう脅すようで申し訳ないんですけれども、本当にメトロに乗られることはお勧めいたしません。年齢で、あもうこの年齢だからこういうものは着ちゃいけないとか、そういうタブーは本当にないです。大統領夫人もブリジットさんもですね、超ミニ履いてらっしゃいますし、まあ、どっちかっていうと年齢というよりもその人自身のスタイル、まあ、体型のスタイルと雰囲気ですよね、だと思うんですよ。60過ぎてもバーッとデコルテで素敵な着方もできますし、シミがあってもね、これは私のもうたくさんバカンスに行った証よみたいな感じでシミを見せてる60代の女性もいらっしゃいますし、結構なデコルテなんです。露出なんですよね。私日本帰ると露出狂露出狂って言われるんですけど、そんな格好で出るの外にとか言われるんですけど、フランス結構デコルテ全然 OK です。ものパリジェンヌとかも全然ブラジャー丸見えとかですけど、ということでですね今回はもう皆様に春夏の洋服ほぼ全てご覧いただきました。なのでそれしか持てないんだって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、私ですねもうこの人生43歳、無駄なものはもう省くことにしまして、洋服もですね全て一軍スタメンしか残さないみたいな感じで、もうご紹介したお洋服は全てどれもとっても着回しやすいというか、それぞれに合わせやすくって全部気に入っているお洋服なので、でそれ以外の洋服はもう全部売っ払ってしまってます。リチュアニア、ルーマニアが発祥のヴィンテッドというですね、まあ、個人の売買ですね、のサイトなんですけど、すごい気軽に手軽にできるんですよ。私失業して暇になってどうしようかな、でもとりあえず断捨離しようと思って、そうで私30キロ太ってたので、ということで着られないものがいっぱいあってたので、それを全部写真に撮りまして、もうすごい安い値段でね、ザラとかの洋服とかだったので、そういうものはもう、まあ、とにかく写真に撮って5ユーロとか3ユーロとかもうバーって売ったらもううわーって売れて、それ個人が買うの人が買うんですけど、それがすっごいフランスではもう社会現象っていうか、もうみんなやってますね。とっても人気です。もう気軽に売れるのでどん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 売って、すごいスッキリしました。もう一つ私がハマっているサイトというのがアンパーフェクト
っていうサイトなんですけれども、これですね、ヴィンテージのお洋服のサイトなんですよ。これ日本からも買えるはずです。あの世界中から送料かかりますけど、もちろんね買えるはずです。まあ、ただやっぱりサイズとかがちょっとサイズ感が怖いなというのはあるし、あちゃちゃっていう体験もあると思うんですけど、すごい可愛いです。私あのヴィンテージはもうおばさんなんで避けるって何回も言ってるんですけど、ついこの間ちょこれね、これ買っちゃったんですよ。あのキャシャレルのこれは90年代のものなんですけど、本当は探してたものと違うんですが買ってしまいました。交渉もできます。これいくらだったかな、30ユーロぐらいだったの。あの5ユーロ負けてって言って、こっちでねあのボタンが押せるんですよ。であのすごい楽しいサイト、本当に見てるだけで面白いサイトなんですけど、でもヴィンテージものがね、やっぱり本来だったらあのパリにたくさんヴィンテージのお店あるんで、お散歩しながらこうちょっとこう漁ったりするのが楽しいんだと思うんですけど、もうおばさんそんな時間ないんですよ。悪いけど子供もいるし、だけどちょっとヴィンテージも可愛いなと思うわけなので、で私リーバイスの501のヴィンテージが欲しくて欲しくて仕方がなくって、何度か頼んだんです。でその度にサイズがダメで、でこれもダメなんですけど、アンパクフェットには自分のこうサイズを入れて理想の501を見つけてくれるっていうものがあるんですけど、リーバイスカルキュレーターだったかな、501カルキュレーターっていうのがあるんです。それで買ったんですけど、まあ、履いてるとこお見せしませんが、すんごいきついんですよ。であのこっちの人は入ったらそれがサイズだって言うんですけど、もう息ができなくてもう紫になってきそうなので、ちょっとですねあと3キロ5キロぐらい痩せないと、でもねすごい惚れ惚れするような綺麗なお尻に見えるっていうのは本当だなと思ったんですけど、ただちょっとサイズが合わないので、痩せてる私の友達のあやちゃんにしばらく里子に出そうかなと思ってるんですよね。なんかあのあげるって言っちゃって、いつの日かなんかの奇跡で痩せた時に、あーあの501あげ、あやちゃんにあげちゃったなってなって、なんか悲しいので、あやちゃん申し訳ないんだけど、これ里子としてあの貸し出してダメそういうのみたいな感じなんです。やっぱり本当に理想のジーンズに出会うのって難しいので、そういう体験談でございました。であのぜひぜひですね、アンパフェット見てみてください。とっても楽しいです。今私狙っているのは、モットルグイユー界隈のお散歩動画でもお見せしたルージュの水玉のワンピースを買ったかどうかは動画でもしかしたら登場するかもしれません。ということで、はい、いろいろつら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 お話しいたしましたけれども、パリに来る時の、まあ、服装選びの参考にちょっとねしていただけたらありがたいです。はい、では皆様またどうぞお元気で。スキリボム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 スキ